東京、糸井川ファストランは、山梨県山梨市の万力公園から、新潟県糸井川市までの 292km を、制限時間内に走破することを目指す、サイクリング大会である。1971年に、明治大学自転車部関係者により開始された、日本で最も歴史の長いロングライドイベントであり、現在も、明治大学の自転車部 OB を中心に、 運営されている。東京湾の水を日本海に自転車で運んでみようという思いつきがそもそもの始まりであったと言われる。スタート地点は東京お茶の水の明治大学するが大キャンパスであったが2012年第41回大会からは山梨四万力公園に変更し、経由地も従前の長野県安住野市白馬村経由から長野市新潟県妙高市経由に変更した。 理由は、笹子峠付近で自動車の交通量が多いことと、小谷村以北のトンネル等が長く危険なため、共に参加者の安全を考えた結果である。その後微調整を重ね、現在のルートに落ち着いている。2021年現在では、毎年5月に、東京、糸井川ファストランクラシック、10月に、チームごとに、リレー形式で走る耐久ライド、東京、 糸井川ファストランスポルトを開催する二部制となっている。万力公園にサキ市富士見峠塩尻峠、長野市明光市上越市糸井川市糸井,井川、温泉ホテル国府アネックス、高尾山口駅を成る峠相模湖畔、笹子峠にサキ市富士見峠塩尻峠、小坂田公園厚みの市白馬村小谷村、糸井川温泉ホテル国府アネックス2020年4月、 第49回大会新型コロナウイルスの影響により中止となった。延期ではないので、2021年は記念すべき第50回大会となる予定。ありがとうございます。